はいこの爆笑問題の太田光さん太田光さんですか芸能人の名前よく知らないんですいませんけどもなんか最近特に動画がいっぱい上がってくるんで太田さんがなんかね人を怒らせたみたいなことがあったみたいなんですけどもこの人サムネイルにあるみたいに裏口入学でなんかね問題になった時もあったんですよね何なんですかねこれはねあのー、これもネタの一つなんでしょうかまあテレビは隅から隅までやらせたというふうに 見た方がいいのかなと、創作だと思って見た方がいいかなと思ったんで、これもその一つかなと思いますし、なんか太田さんが誰かを怒らせとしたら、それも仕込みなのかなと思っちゃうんですけども、んどうなんでしょうかね。皆さんご存知の方、ことがあったらね、また教えていただければと思いますけども、なんか人を怒らせて視聴率取るみたいな風潮も、なんかあんまり良くないような気がするんですけども、なんか人をね、褒めたりとかね、癒して視聴率を取るみたいな、そんな番組があるといいんですけどね。 かつて細木和子さんもなんかね、いい話を結構してたと思うんですけども、でも地獄行くみたいなことも言ってましたけどもね。<laughs> まあでも、あれですよね、人の感情を揺さぶることによって、まあ、数字ってのは取れるかもしれないですね、アクセスってのは。はい。じゃあ、今回はそんなところで、詳細知りませんので、すいませんけども、私に対して、オートさんについては喋りません。